おはようございます。こんにちは、こんばんは。刹那圭介です。今回はこのゲーム、ラルムですね。なんか、間が空いて久しぶりになってしまいましたね。すみません。こいつの2周目ですな。2つ目のエンドを見に行くんですな。よし。ですね。まあ、ここの、前回、バグかなんかでメモを渡せなかったんですよね。この中にいる赤い幽霊、赤かったっけ？赤かったっけ？まあ、渡せんかったんですよ。なんで、まあ、バージョン上げて、まあ、多分バグだったと思うんで、バージョン新しいのにして、それでメモ15枚手に入れてから、渡すと。これなら、バグもなさそうだし、いけると思うんですよ。この辺一緒ね。この辺一緒だった。で、ここや。おお、まさか全部集め終わるとは。何を隠そう、私こそがエルベール・アポロ。よくご存知の通り、私が書いたメモなのだよ、あれは。うすうすそうじゃないかと思ってました。なかなか頭の回転が早い子だ。ならば私が15日間で書ききれなかった。ボルト・ディートリヒの秘密とこの教会の秘密を閉ざされた部屋に置いている。閉ざされた部屋？君ならこの呪われた教会を生きて脱出することができるだろう。閉ざされた部屋の鍵を君に渡して全てを君に託し成仏しようと思う。エルベールさん、受け取るがいい。あざす、閉ざされた部屋の鍵。どこの部屋かわからんだな。さらばだ。どっか一つぐらい開いてなかったことあったっけな。エレベールさん、必ず私はここから脱出するよ。そして未来を切り開くよ。ここまで来たら真実を知りたくなった。閉ざされた部屋へ行くよ。というわけで行きましょう。とりあえずツールです。ツール、これとナイフ。オッケー、装備完了。おい、早い。突っ切る。オッケー。部屋どこだったかな。鍵かかってるままなん。ちょっと、未だに鍵かかってるとこあるんや。来いや来いや。おっしゃー。あっ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 、早い。まあ、ここはもう開いてるんですけど、閉ざされた部屋ですね。それを見つけないかもわけですから。でも、こっち側だったような気がするんやな。なんか一つぐらい開いてなかったところあったような気がする。そんな感じ。ここってあれか？大司教やな。大司教はもう入ったけん。まあ、いけるんやけど。相変わらず早いんおるし。あっあっかん。見て回るんじゃなかった。お？ここか。ここがそうなんだ。普通に開けとったような気がするわ。開けておきながらここ見たなーって思いながら出ていった気がするわ。私エルベール・アポロが書き記せなかった真実をここに記す。大司教の妻でマリー・ディートリヒは病気によって亡くなっていたのが分かった。それも私が調査に来る3週間前に。この教会はもともとマリー・ディートリヒの親にあたる者が管理していた。しかし管理しきれないということでボルト・ディートリヒが管理することになった。それからというもの、徐々に教会は活気が出て明るく礼拝者が続々と来るという状態になったのだ。無論これは喜ばしいことでもあり、聖職者としては鼻高々であった。その状態から数年後、妻マリーは不治の病と呼ばれる、今でいう癌である、癌にかかり日に日に衰弱していった。最後はかわいそうな姿だったそうだ。妻の死後ボルトは死というものに対し異常だまでに拒絶することに。そこからだ、教会内で人々が姿を消していくという噂が広まり始めたのは。調査を依頼され教会に足を踏み入れた時、何ら変わらない教会だったが、壁に付着した妙な血痕を見つけたいと日に日に血痕の量が増えていたのである。ボルトは不老不死の実験のために人を殺し、実験を繰り返していたのが後に分かった。
14日目に見たボルトはもはや人間ではなかった。あいつはもう魔物だ。しかし、この教会を出るためにはボルトが持つ入り口の鍵が必要だ。これを呼んでいる者よ、奴を殺してくれ。そして生きてここから脱出してくれ。なるほどね。これが教会の真実。私ももうちょっとシワ怖い、けど、人を犠牲にしたせいはいらないかな。エルベールさん脱出してみせますよ。なんで一つ読むことに何か怖いよ。怖いよ。で、多分これでまあ、フラグが立ったとは思うんで。行ってみますか、地下。情報。というわけで来てしまいました。地下通路。セーブしとこう。ばあさん、おいっす。おい、ばあさん、久しぶり、ブイス。ばあさん、ブイス。ばあさん、ブイス。で、これはなんだ？一瞬目の時はなかったぞ。やつは何々色がない。は？賄賂がない。いや、いいことやん。賄賂ないんやろ。公正やん。で、あ、これセーブじゃないし。回復だ。まさか回復のやつがあるんか。中には入るとセーブできません。セーブしておきますか。はい。ここにセーブ。入ろう。いるんだろう、お前。ディートリヒ。わあ、本当に人間じゃない。もはや化け物。うがうが、これが不思議。あれ、いや、もう。あ。いや、ちょっと変わっとったな、セリフ。死に対する何とか何とかって飛ばしてしまった。すみません。貴様に何が分かるというのだ。クバガガッガ。死の恐怖が。奥さんのマリーさんのためにも、そしてアポロさんのためにも、私をあなたを倒して脱出する。よっしゃ、やってやるぜ。よっしゃ。確かね、あれですよ。バージョン上がった影響もあってね、後ろからの攻撃以外はダメに通らんようになったんですよ。あれ？これチャンスやね。あっ！後ろに下がった、こいつ。後ろに下がりおったで。前向いたまま後ろに下がった。何こいつ。私をくじめ、死なない、うがぁ。ダメでした。私は死んだ。脱出できずに。教会で命を落とし、未来などは栄光なかった。マジだ。ルート4死亡。死亡のエンディングまであった。じゃあまあ、カットしましょうか。よっしゃー、2回目やってやるぜ。今度こそやってやる。あ、そうだ。妻の死後、死というものに対し怯えたのは分かる気もするって思ってた。で、何が分かるって言うんだってことだ。なるほど。よっしゃー、今度こそ、後ろ取らないかんのじゃ。どうにかして、後ろ取らな。とりあえずまあ周りのやつをさばいていくんだ。あれ、結構つける。あ、早い。止まれ。おいしょ、止まれ。止まれや。お前そんなスピードで走られたら後ろ取れんやろ、あんま。さあ、ダメな正直って言葉があります。今度こそあなたを倒す。わかった。飛ばそう。ちょっと考えた。こう敵がバラバラおるわけじゃないですか。敵、それをある程度残しといてね。邪魔にならん程度に残しといてね。詰まらせると思ったけど、詰まらないね。あー、4回目ですよ。もう何回目とか言うん、飽きたよね。早いこと決着つけようぜ。え、3回俺の負けだった？ではないわ。そんなことはないわ。どうしたの？あいつ詰まってるんじゃん。詰まっとったけど動き出した。あ、逃げれん。ここ動けんのかーい。そういうんやめようぜ。おら、私がこんなのに倒れると思うな。もう、復活する能力がマリオ並みなんじゃ。やってやるぜ、こら。ああ。さて、どうやってするか。ここら辺におってですね。来たやつ捌く、とりあえず来たやつ捌いとく。やべ、おっ、そんな。
やべ、やっぱ早い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 ってこっちや。まだここ詰まった。もうここ行けるように見えてしまう。どけない、やめようぜ、ここ。ここや、ここ。ここ行けるだろ、もう。この開け方からして行けるんちゃうんって思ってしまう。おう。とりあえず後ろに守り込まないかんわけですよ。考えた。あいつ早いけんね。動き出す前に後ろ取ってやろうと思ったね。おらおら、おらおら、お前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 ら、あー、これはないと思う。私は不死身って言うけど、お前何もしてないからな。倒せた、今。倒せた。A ボタン押したら倒せた。振動を外さない。倒せた。ほらほら、また来たで。もう勝つまでやるで、もう。カットカット。ナイス。どうすかな。この辺に、陣取っておく。あ、詰まった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 。お前ら多すぎよ。数多すぎよ、お前。え、今じゃ。やったんじゃん、やったんじゃん。やった、やったー。これやったんじゃんって思ったよ。バカなー、この私がー。バイバイでーす。やったー。おまけに教訓用出口も鍵もゲット。早くここが出なくちゃ。よっしゃ、出るぞ、出るぞ。あとは出るまで一緒なんかな。出ろ出ろ、わーい、わーい、わーしょーい、わーしょーい、わーしょーい、逃げろ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 、よし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 、おっしゃー、ゴールイン。これは一緒のメッセージ、一緒のメッセージ。お、これで良かったのかもしれない。犠牲者もアフロさんもこれで安心して眠りにつくことができるだろう。マリーさんもあんな夫の姿を生きてたら見てられなかっただろうし、超えてよかったんだ。真相解明ルートに。おっしゃー。え？何これ？あれ？墓場に鍵が？墓場の左下よく調べる？うぅ。は？え、何それ？ちょっと待って。え、まだなんかあるん？てっきりこれでハッピーエンドかと思ったんやけど。え、まだそれ以上のハッピーエンドでもあるんか？墓場の左下？まだ続くんですか。オッケーオッケー。じゃあ今回は最終回にはなりませんね。次が最終回になるでしょう。うん。ってことはあれか、もしかして。墓場の左下にあるもんを調べて何かがありますから、それを取ってまた倒してください的なこと？言うんかい？またあいつ倒すんか。いや、もうさっきのもう8回ぐらいやってようやく勝ったぐらいなんぞ。通算成績で言ったらボロ負けなんぞ。そんなんに勝ってる、毎回勝ってこいって言うんか。鬼畜やんな。鬼畜やんな。あ、マジで。結構強かったぞ。後ろからしかダメに通らんだけでめっちゃやばいことになっとったぞ。それは確かにあれよな。いや、四方全部からダメに通るんだったらな、もう適当に切っとけば終わりのぐらいなんやけどさ。それにしたって後ろを一つにしても難しいすぎ的な感じになったのもんな。 Thank you for the playing。 またプレイするからね。そうか、じゃあ今回はここまでです。次は最終回。というわけで今回は終了だ。ご視聴ありがとうございました。週明け。